お世話になっております。東京ヒヤリハットの清川です。竹内です。東京ヒヤリハットのオールナイトシフト、ボリューム10、始めていきたいと思います。よろしくお願いします。2人でお送りしていきます。はい。さて、前回収録が3月31日。で、今日が4月3日。4月3日でございます。はい。今ここはどこですか？茨城どこまで言っていいの？マルシーラーメンズまで言っていいんです。オッケー。それまで言ったらオッケー。はい。ラーメンズがダメなんじゃないの？え？もうあの一件で終わったんじゃないの？ラーメンズ。俺いじめられてる側なんですけど、ラーメンズ好きなんで大丈夫です。なるほど。はい。俺異曲にいじめられてる、はい。ということで異曲にいじめられて、はい、茨城に移動してきて、はい、今日竹内の仕事が意外と暇だったんで、はいはいはい、はい、来ました。ありがとうございます。わざわざ。いい家住んでんじゃないですか？いやー、もう本当に。あの、病院はすごく歓迎してくれてて。はあ、あんなに咳込んでるのに手当とか。はあ、あるんで。はあ、ちょっともう、あの、腹立ったんで。はい。茨城で一番高いところに住んでます、今。茨城で一番高いマンション。はい。いやね、3部屋ある。そうっす。ザ・ハイエスト・イン・茨城でございます。マルシーラーメンズ。はい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 。でも1年しか住まないんですよね。はい。で今これ部屋にあるものって机と段ボールと、はい、ティッシュみたいな、はい、まあこれで1年間行く気なんです。そうっす。俺のドラゴンクエストはそれです。これのこのまま最後の、はい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 、ドラゴンクエスト5は段ボールと机とティッシュです。こんな広い家に住む人あったんですか？あるでしょ。テンションの問題。はい。いやね、だって異曲が、はあ、まあ、佐賀大じゃないですか。はい。とかも、なんか、佐賀、佐賀、行けって言って。田舎体制あるだろってことで。行け。あ、はい。って。どうすか、茨城一日。いや、まったく何も問題はないっす。まあね。はい。その佐賀の方が田舎だし、ね。いや、全然、本当に、都会っす。でもなんかその、さっきからずっとこう、カンカン、カンカンってなってるの何なんですかね。ま攻めてきてるんじゃないですか。何かが群馬とかからそうそうそ う, そう国境境だから野州が、はい、なんかさあそこにさなんか国技館みたいなのない？あああれ何なんでしょう、ね、あれ何ラブホ？ラブホかな。とりあえず高速降りてくるところもずらずらべったりラブホばっかりあった。そうなんですよ。地方やね。やっぱ地方ってイオンか、はあ、J リーグか、はあ、セックスしかないんですよ。なるほど。はい。あの全部あったでしょ。全部あったでしょ。イオンもあった。アントラーズもありますから。なるほど。はい。でも佐賀ですね。水戸ホーリーホックもあります。何それ。え、サッカーチームです。サッカーチーム J2 かなんかってこと。まあそうです。 J2 はい。茨城は東京ヒヤリハットのオールナイトシフト。はいはい。そうね、まだ1日目だから何もないわな。あ、何か出来事がってことですか、うん。あの逆に1日目というか0日目として、はあ、あのこう、まあ、今回あの茨城への転勤が決まりましたと、はい、決まった時にいろいろあったんですけど、あの同じ九州出身で昔ちょっと茨城に行ってたことがある人から、はい、アドバイスがあるっていきなり連絡が来て、なんだろうなって。はいはい。まあ、例えばですけど、なんかこう遊ぶならここがいいぞと か, なんかそういうのかなって住んでた人だからと思ったら、はい、絶対に茨城県民をほうあの田舎だとはいじるなというあの思いっきり、これは例えば同級生とか同世代の人からのアドバイスなら、はい、あそういうのかなと思ったんですけど、バリバリ自分の父親よりも年上の人からのアドバイスだったんでが田舎いじりをするんだ。絶対にするなと。あの九州民は別に田舎いじりされてもそのあんまダメージないじゃないですか。実際田舎ですからね、うん、人は来なくて台風だけ来るのが九州ですから、はい、なんか中途半端な都会とか良くないってことじゃないですか。なるほど。だ確かにね、来てみてちょっと分かったかもしれない、はい、ちょっと都会だもんね。ちょっと都会です。あの見てないと思うんですけど、うん、その駅の目の前が市役所なんですよ、はいはい、その市役所に一番今でかくかぶあの垂れ下がってる垂れ幕なんて書かれてるか分かります？ついに品川まで一本って書いてますけどね。はあ、なるほど、はいはいはい。ベッドタウンとして、もう、やっと、やっとっ。なるほど、はい。
生地戦えるからこそちょっとバカにされると怒るのか。でし、生地戦えるのが茨城以外にも埼玉とか千葉とかいろいろありますからね、はいはいはい、それこそ神奈川だって言うたらそうですから、はいはいはい、なんか似たような人が多いのか、そのベッドタウン派遣争いで多分ちょっと遠いから、そうそうそう、なるほどね。そものすごい偏見だけど、その、はいはい、茨城の先生とかめっちゃポイ活しててめっちゃ聞いてるとかはないのかね。あー、どうなんでしょう。とりあえず、はい、あのこの前いた病院は、僕はあの東京区内の病院にいたんですけど、初めて、先生って YouTube やってるって、その病院の人に、その話しかけられたのは、同期とかは別のルートで知ってるんで、はいはい、その上の人に話しかけられたのは、実は、1月だったんですよ。はい。つまり、1年いて、10ヶ月は、少なくとも話しかけられなかったんです。なるほど。結構仲良くなってたのに。はいはいはい。あの、今日話しかけられました。ラジオ先生って YouTube とか。あ、YouTube か。いろいろやってるよね。なるほど、なるほど。東京ヒエリハットを知ってるって感じ。そうす。で、あ、ちょっと言い間違えました。いろいろやってたよねって言ったんです。今もやってますよ。なるほど。って言ったら、あ、そうなんだって言って、若い人はいいねって言われて、いや、って。もう嫌われてんな。もう嫌われてます。もう嫌われてます。東京から来た人だからね。まあでもね、いやいや、俺佐賀から来た人やけん、もうそがん言わんといて。そういうのも怒るんじゃないのっていう話なんだよ。そういいね。佐賀とも一緒にしないでほしいみたいな。ほじゃないの、佐賀でしょ話を。一番滋賀佐賀茨城もうラーメンズはとか言って笑いが取れる県民として思ってるわけだから、それ大軍玉のメスだって一緒ですよ。ですね。うん。東京ヒヤリハットのオールナイトシフト、はい、ということで来週以降ゲスト会を普段ならしてるんだけど、はいはいはい、茨城に連れてくるの絶望的なんで、はいはいはい、だ来週とかはもしかするとこう清川アウト、アウト、イカちゃんインとかでなんかするかもしれない。イカちゃんイン&美女インとかになったら俺泣きますから、ね、俺緊急登場しますから、ね、いやもう一生呼ばないから、東京楽しくやってるから。俺もあのアメトークのエガちゃんの出方しますから、ね、ラスト8分ぐらいで暴れてくるみたいな。まあでも今日車で来たけど1時間半かかったから、はいはいはい、やっぱねそれなりに、どう、そうですね、通えはしないですね。そうですね。というところで、おそらく茨城からの緊急報告みたいなのがちょい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 入り出すのかな、今後。なんなら通話とかあるかもしれないですね。あ、そっちはどう？お電話。こっちは、はい、まだ水道は繋がってるんですけど、みたいな感じに、これをするなって言われてたのに。そうね。そしたら怒られる。ただ、なんでこの話になるかっていうと、はい、今回入居して、はい、最初の初日、水、電気、ガスがなかったんですよね。そんな、不手際？何？不手際だと思います。だって一回も窓口紹介されなかったから。じゃあなんで今電気来てんの？俺が重要事項説明書から、はあ、あの本社のホームページを見つけて、はい、であのそれも出てこなかったから住所で調べて、はいはい、であの本社の名前とサービス名違ったから、そのサービス名を見つけて電話をかけたからです。はい、そういろいろあったんですね。いろいろありましたね。電気来るのも一苦労。本当に日高源内と完全に同じテンションで喜びました。これがエレキやーって、エレキ来てるーってなりましたから。一晩目はどうしたの？うなぎ食べましたよ、やっぱりそこから。あ、そうだね。マジでテンション上がると。テンション上がってうなぎ食べました。なるほど。はい、一晩目はあと近くのコンビニでろうそくを買って火つけて寝ました。危なくない？水張ってました、ちゃんとして。段ボールを敷いて寝ました。文明はやっぱありますね。なんとか、はい、トイレが流せなくて、はあ、毎回駅のトイレでトイレしに行ってたんです。頻尿なのにね。そう、すごい大変でした。清川さん頻尿なんですよ。そうで、めちゃめちゃスケボーしてる人たちの前何回も通るから話しかけられて、お兄さん何してんすかって言われて、いや家そこ住んだんだけどまだ電気ついてないからトイレ残せないんだよって言ったら爆笑されて、ここ公衆トイレありますよって言って、あの30秒ぐらい近いトイレを公衆トイレしてもらって、いいやつってなりました。なんかさ、はい、サイファーあってない？サイファー、そうそうそう、あのずっとし駅の下のところでサイファーなんかスピーカードンって置いて、なんか土浦土浦育ちみたいな、そういうみたいな、そう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 、文化がやってる。なんかそうストリート文
化があるんですかね。あ、そうそうそう。だってめちゃめちゃ、本当に市役所の隣のビルがめちゃめちゃあのグラフィックされてますからね。ああ、あの、スプレーでのラフィック。そう、やっちゃダメだと思うところに。まあやっぱだから、東京都に一本で行ける、うん、その、ベッドタウン、サイファーとか起こりがちな、練馬とか多分そういうことじゃないですか。うん、そういうことなんですかね。うん、多分、多分、うん。はい。ということで、月一レポートみたいな感じになるんじゃないでしょうかというところで、はいはいはい、まあなるんじゃないですか、はい、1ヶ月以内に。だから次はもうあれだよ、その魅力、はい、ここがすごいよ、だから君15分以内でまとめないといけないから。なるほど。ちょっと待って、っ言っていいのか。多分ダメ。今ピーそこの駅は何？同じ。ああ、じゃあでも別に駅前ってのは別にいいです。なるほどね、はい、茨城のどっかの駅前。そうです、そうです。の高いマンションの、はいはいはい。真ん中ぐらいに住んでます。まあ、わかるでしょ。まあね。うんうん、ここまでし、ここまでぼかしてね、君のところの教授が怒ってきたら、もう、ファンじゃんって思うから。そうそう。そしたら、あ、いつもありがとうございますって言って。そうそうそう。というところで、はい。じゃあ、茨城の魅力をまとめておいてください。わかりました。なんか、スカートが短いっすね。あ、そうなんですか。はい。ぜひ。昼間これかな。続く。